はい、阿部ちゃんでございます。本日はですね、錦糸町2軒目でございます。パチパチ。1軒目ではね、立ち飲みのね、三つ星村さん行ってきたんですけども、錦糸町の2軒目はこちらに来ました。はい、もつ焼きのんきさんでございます。こちらの店はもつ焼き屋さんなんだけども、ハッピーアワーで18時まではハイボールが2杯目以降何杯飲んでも100円っていうね、ハッピーアワーやってるんですよ。安すぎるでしょ。1杯目がね、確か390円ぐらいなんだけども、それ以降は何杯飲んでもジムビームハイボールが100円ないよ。すごい安すぎるでしょ、18時まではね。ということでね、今回はね、そちらのハッピーアワーをね、堪能していきたいと思うんですけども、残りね、1時間ちょっとぐらいしかないんから、それで堪能しましょうか。そうしましょう。ということで、じゃあ行きましょう。はいはい、ということで早速お店来たんですけども、外飲み。はい、ね、結構店内もね、カウンター席がドーンってあって2階席もあるのかな。でテーブル席とかもあるんだけども、私たちは外席にしました。はい、外で座ったんですけども、寒いです。そうですね、中に行けばよかったですまあでもね、外は外でまた気分がいいから、はい、ということで、早速注文しました。はいよ、ジムビームハイボール、はい、これまあ最初2杯目以降がまあ100円だから、最初の1杯が、391円かな、はい、まあ、400円ぐらい。早速乾杯しましょうか。しましょう。ほんなら乾杯。はい、乾杯。あ、出す。しっかりジムビームハイボールそりゃうまいですわ。しっかりん、しっかりんだわ。でちょっとメニューを紹介しましょうかね。はいはい。でね、お酒メニューこんな感じ、まあ、ハイボール、ジムビームハイボールが、まあ、税込みで430円かな、でこれ2杯目以降は100円、でその他にもね、結構いろんな種類がある。生ビールは500円とか、はい、こっちが、まあ、チューハイとかもね、これ300円だからね、安い。でこだわり酒場のレモンスター400円なんだけど、これもね、2杯目以降は、200円だから、コスパはいいと。はい、でね、こちらつまみメニューなんだけど、こちらがなんか三大名物で、白タレもつ煮込み、まあ、焼酎ハイボールかな、が有名らしいよ。はい、でこちらもね、おつまみ料理なんだけども、まあ、低温調理だったりね、串焼きだったり一品料理だったり、結構いろんな種類があります。いいですね。はい、でこちらもね、一品料理で、こんな感じの種類があります。はい、でね、お通しが来ました、キャベツのやつ、ザ・シンプルお通し、キャベツ、なんだろうな、タレがね、醤油だれかな、ちょっとニンニクも効いてんのかな、健康って感じ、ザ・健康って感じ、やっぱなんか1杯目はね、400円だから味わいたいんよな。一緒一緒これが100円だったらもうグビグビいくけど、これ400円だからでちょっとおつまみをね、早速注文したんですけど、こちらでございます。はい、こちらがね、その名物のもつ煮込みですね。これが200円、レバー的でございます、500円。はい、もつ煮込み食べます。これなんか名物らしいから、優しそうなね、これもつ煮込み、あーいいね、いただきます。うまい、シンプルだな、なんかもつ煮込みといえばこれっていう感じの味がする、味噌の感じの、もうもつも柔らかくてうまい。いいね、うまいうまい、よいしょ。やっぱ外さ、寒いからさ、こういうあったかいのがいいね。そうよ。ちょっとレバー的もいこうかな、かけようかこれ、タレみたいな、かけちゃいましょう、ごま油かな、よいしょ、よっしゃー、うまそう、めっちゃうまそう。じゃあいただきます。はいよ。うまい、濃厚、あ、うま、ネギもさ、大量だから、シャッキシャキで、うまい、しっかりと旨味出てます。いいですね。あうまい。俺もレバー食おうかな。ぜひぜひレバーいって、うまい、濃厚でしょ。濃厚、最初ネギがもう全面に来るんだけど、後からレバーが持ってくる、ね、このクリーミーさが、やっぱうまいな。臭みが全然ないわこれ、ね、美味しい、いいじゃない、いいね、
もつ煮もじゃあ。もつ煮もぜひ。うん。うわ、結構具だくさんだな。いただきます。はい。あ、おいしい。美味しいよな。うん。あ、もつ柔らか。うん。こんなとろけるようなもつ初めてかもしれない。だいぶとろける。すごい溶けてった。結構優しい味付けで大根、人参、ネギ、もつ。これはうまい。うん、うん、いいね。よいしょ。はい、2杯目、はい、ついに確変入りました。キュインキュインキュイン、ありがとうございます。もう魚群のマリンちゃんダブルリーチですよ本当にもうサム出てきたから分かんないんだってパチンコやってなかったら絶対サムビームハイボールだからジムねこんなの、まあこっから俺100円だから、ええ、一足先に、はい、いただきます。あー、うめえ。さっきよりうまいもんだって一緒一緒一緒、さっきよりうまい。一緒一緒一緒。もう値段が下がったらよりうまさ感じる。一緒なんだって。うめえ全然違う味が。一緒なんだって美味しいわ。ネギもう見て、このほぼネギ、ほぼネギ。うん、これシンプルなさ、ごま油と塩かな。うん、もうタレも美味しいし、ネギもたっぷりで濃厚。いいね。あまり合わせんな。合わせん、あまり合わせんわ、うん、あのおつまみをねプラスで追加しました。こちらでございます。はい、これ串焼きで、こっちがタンとハツと頭でございます。白タレでございます。200円。はい、串、うん、ちょっとこう白タレ食べたいんですけども、うん、これなんか三大名物のその一品らしくて、うん、ね、すごいね。ね、いただきます。うん、うまっ。パリッパリの、結構タレも濃いめで、うん、柔らかっ。白が、うん、色がパリッパリめだね。うんうん、うん、タレがね、かなり濃いタレだ。うまい。いいね。あ、うわ、これうまいな。これでかなり飲めるわ、マジで。名物だから。うん、名物めっちゃうまいわ。うん、あ、まあ、サクサクしてる。うんうんうん、パリパリって。100円入ってるんでお借りします。よ、100円なんね、うん、頭よーしゃ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 。うわ、うめ。うまいでしょ。うん、すごい柔らかい。ほんと？うん、全然硬くない、うんうん、でも噛み応えもあって、噛むほどに油が出てきて、旨味がすごい。最高じゃん。うん、いいですね。おー、いいね。いいね。あー、タイもね、格変中だから行かねえと。行かないと。100円だから。うん、格変なんで。そう。おい、捕まえ。はい、乾杯。おだす、おだす。うー、あ、うまい。おめでとう、寒い外だからちょっと俺タン食べるわ、うん、結構でかくないこれ。いや、いい、ぷっくりしてる、ね、いただきます。うわ、うまっ。良い弾力、うまみしか出ない。おお、うめえ。もう塩加減も完璧だね。うんうん、うめえ。うわ、ま、豚のベロってなんでこんなうまいんだろう。ベロって言われると気持ち悪いんだよな。うわ、豚のベロうめえ。やめてください。格変だからな、ね、ずっと右打ちだから。そう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 、マジで行くとこまで行かないと。うん、初、これもでかいわ。あ、うまそうだな。うん、おお、美味しいわ。うん、うん、なんだろうな、初特有の旨味っていうの、うんうん、内臓系ので、塩加減もちょうどいいし、食感が何よりプニプニでめっちゃいい。いいね。最高やな。ね、タン、ま、うん、串焼きうまいわ。美味しいね。うん、うん、うまよ。100円。おいしょ。
続くね。100円だからね。はい、4杯目です。はい、うまい、うん、最初のが400円で考えても4杯飲んで700円ぐらい。そう、700円ぐらい。安っ、ね、4杯飲んで700円。飲めば飲むほどお得だから。そう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 、これは。ということでちょっとね、おつまみもねプラスで追加したんですけども、こちらですね。はい、こちらがね炭刺しでございます。これ500円。はい、あの炭刺し、うん、これ人気ナンバーワンって書いてあったから、よっしゃ頼んでみました。じゃあちょっと食べますぜ、うん、ネギを乗っけてね。うん、綺麗ですね、タンね、綺麗やな、うん、ネギ乗っけてごま油と塩って感じかな、これで。いただきます。あ、うまいわー、プリプリだわ、うん、うまっ。さっきはタンの串焼き食べたけど、うん、全然やっぱ刺しのがうまいよね。あ、ほんと、うん、贅沢感感じる、うん、うん、いいね。タンの旨みがすごいね。100円。ありがとう。綺麗なのよね。うわ、綺麗だね、色が。そう、綺麗なのよ、ね、ネギを。わあ、これはうまいわ。うまいよね、うん、すごいね。低温調理してんのに、うん、ちゃんとその残ってるの、生感っていうのか、うんうんうん、コリコリ感ね、うん、これは人気ナンバーワンの理由がわかる、うん、うまい。うまっうまっ。うわ、炭刺しやっぱうまいね。ね、うん、ほんとに。あー、たまーりやん、たまーりやんわ。うめえ、うまっ。よいしょ。あー、飲んじゃった、飲んじゃった。あー、飲んじゃったあー、田辺さん、はい、終わった、終わった、各編終了。俺らの各編が終わったな。十分だね、うん、うん、はい、ということで、まあ、6時過ぎたということで、私たちのこのなんか夢の国というか魔法は解けましたそうですね。ということで、まあね、大満足したよな。大満足、4杯3杯、うん、飲んだもんな。そう、ということで、じゃあ、本日のお会計こんな感じになってます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。